こんにちは、ウプ主代理のキズナあかりです。今回は2月27日のフニンガスをお送りします。メンバーはご覧の通りです。今回もお昼の開催なのでお元気いわしです。きっと素晴らしい活躍を見せてくれることでしょう。役職はただのクルーです。推理を頑張るぞい。私はただのクルーメイト。77、サイドキックだと推理する役職じゃなくなってしまったぞ。いやー残念だな。私の完璧で最高な推理を見せようと思ったんだけどな。ねえタカさん、それ死体どこにあったの？いや、わかんないっす。だよね、死体見えなかったよね。多分、配電盤からスマホタスクのあたりっすかね。まあ通報ボタン光ってたからそうかな。ちょっと説明しますと、停電を直そうと展望デッキの配電盤行ったんですよ。そしたらタカさんがいて、それから通報ボタンが光って、タカさんも少し怪しいけどタカさんは立ち止まってたしな。ビームマンです。貨物かアーカイブにいた方ってどれくらいいますか？犬宮さんがアーカイブで、ニコライさんが貨物。停電直前か直後かそのあたりにですね、シャワー室のカンカンに電化がいたので、多分きっとおそらく、シャワー室のベントを犯人は使っているので。いや、ピスタチオさんも多分シャワーから抜けてると思うんですよね。私がシャワー室に入るときに確か、すれ違ったと思うんですよ。よくわからぬ。まあわからなくとも私には関係ない。とにかく生き残る、生き残るのじゃ。天下の方はよくわからないので、ラギさんの方を。ラギさんは最初にキッチンで一緒でしたね。死体が展望デッキですからね。展望デッキでダウンロードをしてからその先でアップロードをしてる最中に殺されたんだと推測します。で、大抵の人間はキルしたらベントで逃げると思うんで、ウチカさんは白かなと。私の目線だと断言はできないけど、タカさんはほぼ無理かなと。黒神さん。あ、さっきまでマイクが不調で喋れなかったニコライさんだ。そして朝7時まで飲んでたので眠いです。お願いだからちゃんと寝て。黒神さん、殿下とはシャワー室のどこですれ違ったんですか？メインホールとの境目です。多分きっとおそらくメインホールに行ってるんだと思います。じゃあ単純に、メインホールが最終位置のナノさんがキルしたのでは？はい、メインにいました。ただメインでは、犬宮さんとすれ違っているので、私は犬宮さんがキルしたんじゃないかと思うんです。犬宮なんか役職ある？犬宮？私はエンジニアだよ。それならナノさんを落としてええんちゃう？それだと私は犬宮さんをキルすると思いますよ。そしてビームマンさんか黒神さんがキルした可能性も残るし。誰が登場したか見えるようになっちゃってます。ごめんなさい。これ以上詰めるのは難しそうですが。さて、生きるぞ生きるぞ。ヘイヘイ、私はボイスロイドの中でも人気があるキャラなんだぞ。その生きるじゃないってね。あら、隊長。ペースいいじゃん。とりあえず、場所はシャワー室です。直前、誰が通ったっけな。ビームマン、シャワー室でタオル撫でてました。私も一緒です。急すぎてわからなかった。なんか二人ぐらい私の上を通って行って、それから通報ボタンが光りました。場所はどこなんです？シャワー室の、ちょうどメインホールから入ったぐらいのところです。私直前にニコライさんと電気室で会ってるんですよね。だからまあ上がって行ったところでしょうね。私とすれ違ったのは誰なんでしょう。私とピロヒコさんは、メインホールからシャワーに入って行ってます。直近も直近なんですよ。私、電気室の右奥でニコライさんと会ってて、それからメインホールの左のドアを開けるところで通報なんですが、ニコライさんはシャワー室まで行けてるってことなんで、つい最近まで行ってたはずなんです。だから、黒神さんのセルフもあるかなって？バイタル的には、4秒ぐらい前には死んでましたけどね。ただ、さっきの殿下のキルの疑いでもあるので、黒神さんとビームマンさんをローラーしたいな。それならビームマンさんはライター使用をしているので、私だけ釣ればいいと思いますよ。おっと、そうだった。というか、さっきのキルの容疑なら、私とナノさんになるんですよ。だから、その二人のローラーでも私は別にいいですけど。あ、いい提案だと思います。よし、じゃあ先に黒神さんから行かせてもらうぜ。じゃあ、ボタンを押します。ローラーだ、ローラーだ。何もしていないからではありますが、我々は全く疑われる余地がないので、だいぶ有利になってきているような気がします。今のはエンジニアですかね。
私が直す前に直りました。お土産切れをしようとしてこなかったことを考えるとナノさんは白いですが、こんな理由でローラーを止めてはいけないので釣ります。白でも釣っておいた方が安全です。黒心さんはシリアルキラーだったんじゃないかな。自爆しそうだったからキルして、近くにビームマンさんたちがいたからセルフ通報したんじゃないかな。犬宮さんがエンジニアだから、さっきの事件の容疑者はこれでいなくなるね。私がさっきのやつは直しました。これでタカさんとフニチカさんをローラーすれば完璧だな。ええ。なぜピロヒコさんはビームマンに。間違えた。溢れ出る殺意。どんどん人が減っていきますね。生き残れば生き残るほど有利になるのがサイドキックだ。ランスランス。ランスランス。おいさん、あら死んでるね。ピロヒコさんの死体をエンジンルームで見かけました。ただ今回に関してはこれは直近のキルですね。というかビームマンさんと犬宮さんは絶対に違うんで、ナギオさんとミニさんをローラーすれば終わりなんですよ。あ、タカは死んでるんだ。あれ、タカさんの死体通知はありましたっけ？なかったです。フニチカさんとピロヒコさんだけ。つまり死体が3つ出てきていて、ということはさすがに1人でやりきれる量ではないんです。じゃあナギミニが黒黒なんじゃないの？つまりナギオさんとミニさんが黒ってことで、そこをローラーすれば勝ち。つねえ。いや違うしろ。今イワシビーム犬宮が妙に一緒にいたもんで。白角だから一緒にいたんですよ。ライタービームとエンジニア犬宮が一緒で。え、本当に一緒にいました？ワンちゃん、犬宮さんができなくもないけど厳しいでしょ。待って、そこがみんな青赤とかじゃないですよね。そうなると二人も役職語りしていることになりますから。じゃあどちらから行きましょう？僕は画面左上で押しやすいからナギオさんにしましょう。セルフなんてしなくないですか？多分ね、セルフはしないと思うんだよな。だからミニさんの方がまだ。ミニさんにする？危ねえ、チェックをし直前だった。イワシさんは普通に視界から何度か外れてるんで疑ってますからね。ミニさんのふにゃふにゃ好き。うわーん、ナギオさんから先に釣っていれば勝ちだったのに、全部あの犬宮ってやつが悪いんだ。でも次でナギオさんを釣れればどっちにしろ勝ちか。ナギオさんは絶対にインポスターですよね。ミニさんが3キルもできる時間はなかった。押せた？なんで殺さなかったの？え、ああいや、ナギオさんがいたけど殺さなかったから。殺さないというか、キルボタンないし、今のインポスターだったら絶対にお土産ができる時間でしたよね。それにさっきのは私が通報してるし、情報を出してるし。そうね、違ったらどうしようかね。それね、ちなみにさっきのやつの死体はどこだったんですか？エンジンルームです。ならばイワシさんはかなり無理があるかな。私たちアーカイブとか貨物室とかその辺ですよ。犬宮さんはベントに入ってピョコピョコしてるのを見てたんですよ。でもジャッカルになってたらできますよね。ベントで移動してキルして戻ってきたりとか。きつくないか？急げばなんとか。でも停電を直したのは犬宮さんでしょ？はい、直しました。ジャッカルなら停電を直すメリットがないかな。これでもしイワシさんとかが黒だったらナリスさんが引退します。なんでナリスさんに飛び火したの？ナリス4になってしまう。今の私の目線だとナギオさんしかありえないんですよね。スキップでいいんじゃないですか？タスクもあれだし。いや、厳しくないですか？だって間違ったら1キルで終わりますよ。どっちにしろ2キルで終わるから無理だよ。ピンク同士で組んでるような気配がある。ライターだって最初から言ってるじゃない。わーい、勝った。あとは犬宮さんをキルして終わりだぞ。犬宮さんの目の前でダンスしてからキルするんだ。ミーティングまで行くとクールタイムが止まっちゃうしな。あ、犬宮さんだわ。残念だったな。もう私はすでにここで待機してるんだよ。もうあなたに勝ち目はないのだ。おとなしくキルされなさい。クールタイムも明けたからキルしに行こう。どこに行った？待て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 、犬宮さんってエンジニアじゃん。ベント使って逃げられるじゃん。なんならベント使ってボタンを押しに行けるじゃん。ああ待って待って、まだボタンを押さないでー。絶対ミーティングに待機してるんだろうと思ったけどいなかった。何してんだあの人って思った。
ミスった。ということで、頑張りました。全部犬宮さんが悪いんです。犬宮さんが絡むと頑張ることが多いので、それではそんなところで、今回はここまでです。いいねください。ではでは、See you!